視聴の不備がひどければ 20% 以上の過少申告加算税に加えて青色申告の取り消しもあるので要注意です。こんにちは、永井です。今回は帳簿がない記帳の不備に罰則強化、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。昨年末の税制改正大綱の解説でも取り上げたんですけども、記帳の不備などに関する罰則の強化について国税庁は先日 Q&A の公表を行いました。税制改正大綱で公表された内容は具体性に欠けて分かりづらかったんですが、その Q&A では具体的な取り扱いが明確にされたんですね。今回はその Q&A を中心にどういった場合に重いペナルティが課せられるか、そういった点について詳しく解説したいと思います。動画の最後には大前提としての注意点もお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめにまとめですね、罰則の内容について見ていきたいんですけども、まず加算税ですね。例えば税務調査があった場合に間違いを指摘されて修正申告を行いましたといった場合に、追加で納付しなければならない税金に加えて過少申告加算税という税金が課せられます。これは金額に応じて 10% または 15% という税率になっております。一方で無申告だった場合ですね。この場合にはペナルティが重くて 15% もしくは 20% ですね。金額に応じて課されるということになっております。それ以外には不納付加算税ですね。源泉所得税を納付しなかった場合、もしくは重加算税ですね。過少隠蔽、つまり脱税があった場合のペナルティ。非常に重いペナルティなんですけども、そういった加算税が税法上あるということになっております。ちなみに重加算税以外については、不適用だったり軽減の制度もあるということなので、必ずしもこれらの率でペナルティが課せられるわけではないんですけども、基本的にはこちらの税率でペナルティの税金追加で払わなければならないということになっております。参考までに繰り返しの場合ですね。これは無申告加算税、重加算税の場合なんですけども、同一の税目で5年以内に無申告加算税または重加算税が課されていた場合はプラスさらに 10% されるということで、非常に重い税金が追加で課せられるということになっております。そして今回説明する改正なんですけども、一番下の赤で囲った部分ですね。帳簿の提出がない場合、帳簿を全く作ってませんでしたよとか、もしくは作っていたとしても税務調査での提出を拒んだ場合ですね。もしくは帳簿の記載が不十分である場合は、上記に加えて、さらに 5% または 10% 上乗せされるということになっております。ただし、今回の改正での上乗せは、過少申告加算税、無申告加算税に対してですよということになってるんですね。不納付加算税、重加算税については、今回の改正、対象外ですよということが Q&A で明確にされているということですね。この辺、税制改正大綱では明らかではなかったんですけども、今回の Q&A で明確になったということですね。で、具体的に帳簿の記載が不十分な場合はどういう場合かということで、明確化されてるんですね。こちらは税制改正大綱で発表された内容と同じなんですけども、帳簿の提示等をしなかった場合と、帳簿が存在しなかったような場合ですね。その場合には、過少申告加算税と無申告加算税の割合が 10% 重くなりますよということになっております。さらに、帳簿への売上の金額の記載等が、この売上のというところポイントなので押さえてください。売上の記載等が本来記載等すべき金額の2分の1未満だった場合と、その場合に1番と同じく 10% 加重された過少申告加算税が課せられますよということになっております。さらに、帳簿への売上の金額の記載等が本来記載等すべき金額の3分の2未満だった場合ということですね。その場合は、ややペナルティ軽減されまして、過少申告加算税の割合が 5% 加重されますよということになっております。で、売上の記載等が、本来記載すべき金額の2分の1未満。これ具体的にどういうケースかということなんですけども、例えば、個人事業者に対する税務調査において、提示等がされた帳簿についてですね、提出された帳簿について、本来記載すべき売上高が2000万円でしたと。一方で記載されているのが800万円でしたといった場合は、本来記載すべき金額の2分の1未満ということになりますよね。よってこの場合には申告漏れとなっていた1200万円に対して新たに納める必要がある所得税額を基礎として課される過少申告加算税の割合が 10% 加重されますよということになっております。あくまで記載が漏れていた1200万円の部分に対してというところですね。こちらに限定されているということになっております。過少申告加算税が課される申告漏れ。全てに対して 10% 加重されるわけではないということになっているので、その点は気をつけていただければと思います。そして適用時期なんですけども、今回はこちらの改正、適用外ということになっております。来年分からですね、令和5年分から、つまり令和6年の3月15日までに提出すべき確定申告から適用ということになっております。個人事業主に関してはですね。なので、この令和4年分は関係ないので、今年関係ないならいいやと、興味ないわという方は、ここで動画の視聴をやめていただいても問題ありません。ただ、次回の確定申告には関係あるんだというところ、覚えておいていただければと思います。続いて重要な Q&A、抜粋して見ていきたいんですけども、本措置の対象となる売上に関する調査に必要な帳簿とは、具体的にどういう帳簿を言いますかということですね。青色申告の方は、仕訳帳、総勘定元帳ということになります。白色申告の方は売上帳などということになってるんですね。これらに記載された売上に関してということなんですね。青色申告者であれば当然、仕訳帳、総勘定元帳はあるでしょということなので、そこに記載された売上等に関して、今回の罰則の強化、適用されますよということになってるんですね。一方で白色申告者に関しては、仕訳帳、総勘定元帳というのは必ずしも必要ではないので、それらではなくて売上帳などが対象ということになってるんですね。続いて9番ですね。個人事業を営んでいるという方なんですけども、個々の売上金額や売上先は記載されておりませんと。日々の売上金額の合計額のみが記載されたノートと、そういうのを保存しているということなんですね。その場合に本措置の帳簿として認められますかということですね。また、売上、仕入れ、必要経費について毎月の合計額を整理したメモ、それは帳簿として認めてくれますかということですね。原則としてこれらは認められませんよというのが書かれてあります。ところが、日々の売上金額の合計額のみが記載されているノートに関しては、それだけだとダメなんですけども、それと合わせて請求書の控え、写しなどの書類も保存されており、個々の取引相手の相手方の金額がこれらの書類に記載されていると、そういった場合ですね。その場合には、帳簿として認めてくれますよということになってるんですね。これによって、売上の内容っていうのはある程度明確になりますよね。よって、帳簿として認めてあげましょうということですね。続いて、こちらも個人事業のケースなんですけども、売上等の管理について、請求書領収書の控えといった売上の内容が確認できる資料を、帳簿を作成している場合と、同程度の管理が可能な規則性のある形で整理・保存する方法により行っています。ちょっとこれ分かりづらいですよね。なんだか小難しい表現が使われてるんですけども、このように帳簿に相当する規則性を有する形式で整理・保存がされた書類を示しても帳簿として認めてくれないんですかということですね。これに対しては、例えば請求書の控えなどを雑然と袋や箱に随時入れてまとめておくと。例えばクリアファイルや箱などにわさっと入れておくと。そういった状態ですね。そのように保存されているといった場合の請求書、領収書等は、帳簿とは認められませんよということですね。これは当然かと思います。ただし、先ほどの Q&A と被るんですけども、売上について取引の年月日、相手方、金額が記載された請求書の控え等の書類をその日付順に整理して保存すると、帳簿に相当する規則性を有する形で保存している場合にはと、帳簿として認められますよということになってるんですね。ちょっとこの辺、具体性は欠けるんですけども、ある程度整理をして、日付順に並べてですね、帳簿に相当する規則的な保存方法ですね。そういった保存方法で書類を保管していれば、帳簿として認めてくれますよと、そういった内容になっております。続いて13番ですね。この質問は青色申告を前提としているんですけども、2行目ですね。現在は、仕訳帳及び総勘定元帳の両方またはいずれかを作成していませんと、単に補助簿を中心とした簡易簿記で記帳を行っていると、そういった場合ですね。その場合にはペナルティの対象となりますかということですね。で、結論としては必ずしも仕訳帳、総勘定元帳のみによって判断するわけではないですよと、売上の確認ができるその他の帳簿も確認して判断しますよということですね。よって、ちゃんとした仕訳帳、総勘定元帳がなくても、それだけでもって今回の改正におけるペナルティの強化、ペナルティの加重ですね、それは適用されませんということになっております。そしてもう一つですね、似たような話なんですけども、売上について売上帳における記載等は不十分でしたと。一方で現金出納帳等の他の帳簿において正しく記載がされていたと。この場合はどうかということなんですけども、そういった場合でも売上について正しく記載されている帳簿があればペナルティの加重は適用されませんよということですね。何らかの帳簿によってちゃんと売上の内容が分かればいいですよということですね。はい、以上が Q&A の内容でした。見ていただいた通り、基本的には売上の記帳、これを重視しているんですね。それ以外の経費項目、原価項目については言及されておりませんということですね。ただし注意点なんですね。これ必ず押さえておいていただきたいんですけども、今回の改正というのはそもそも売上以外の記帳義務を軽減するものではないんですね。売上以外は適当でいいですよと、そういった内容ではないです。あくまで記帳義務というのはあるんですね。青色申告者はもちろん、白色申告者にも記帳義務というのはありますよということですね。それは大前提として押さえておいてください。そして青色申告者については、記帳の不備については青色申告の取り消しにつながる可能性があるということですね。この Q&A でもところどころ今回のペナルティの加重が適用されなかったとしても各種特典が受けられないことがありますということですね。つまり青色申告として認められなくて、青色申告の特典が受けられなくなる可能性もありますよということを示唆しているんですね。よって青色申告で記帳されている方は、記帳全てに応じて適正な記帳をしてくださいということですね。そうしないと青色申告取り消される可能性もありますよということですね。その辺は必ず覚えておいていただければと思います。今回は令和4年税制改正において定められた帳簿の不保存、記帳の不備についてのペナルティの厳格化ですね。その詳細を国税庁が発表した Q&A に沿ってお伝えしました。いつも高評価やコメントありがとうございます。このチャンネルに少しでも興味を持っていただきましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、このチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄にどしどし記載していただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。